国宝駅は、兵庫県加古川市上層町国包にあった、三木鉄道三木線の駅、建具の里国包への入り口。当駅開業前にも、現在の薬神駅が初代、国宝駅を名乗っていたが、当駅開業時に、初代国宝駅は、薬神駅に改称された。短式ホーム一面一線のみを有する地上駅。線路はほぼ東西に走り、ホームは、 線路の北側にある、無地見駅であった。駅舎はホームに接して設けられており、待合所やトイレなどが小さくまとめられた簡単なものとなっていた。この駅舎は、鉄筋コンクリート作り1階建て、18平方メートルの建物で、大阪鉄道管理局の建築家によって設計された。昭和50年代から、 全国の無人駅には同様の駅舎が多数設置されているが、1976年に建てられた、当駅のものは、その最初であり、無人駅における簡易な駅舎の設置の行使となったとも、言えるものである。駅舎の内部には椅子などが設けられていた。その他、駅の外部の駅舎脇には、公衆電話が設置されていた。なお、駅舎内に設置されていたトイレは、 入口の前に木が生えて、使用不能となり、閉鎖された。2009年6月に駅舎が解体された。国宝の集落は、駅から西側に広がっており、国宝郵便局や加古川市立やわた小学校などがある。国宝は、加古川上流より流された木材の集散場所であった。ことから建具作りが大変盛んな土地である。 駅のすぐ東側の踏切では三木線の線路を県道20号が越えている。駅から北へ300メートルほど歩くと突き当たるのが加古川である。ありがとうございます。